クズ検診者は、静岡県伊東市の神社。伊豆国田方郡の敷内社、久島目渡る神社に否定され、旧社格は合社。伊東市市街地の南部、高さ30メートルほどの昇級北裾に鎮座し、境内の鬱蒼と茂る樹林中には、国の天然記念物に指定される楠の木の大木が、そびえる。原本殿の胸札に、原六十年当時は、ク 大こそと称されていたことが見えるが、さらに古くは、クスケン神社や、きゅ大社とも称され、明治維新後に現社名に改めた。この場合神社名は、地名教、中世のクスミ章にちなんだもので、古く、クスミと称されたものが、クズミとにごり、元、クズミになったものと考えられる。また、神座地は近世まで岡村に属し、住所表示も昭和47年までは、 伊藤一岡朝宮の上であったため、うつつも、丘の校舎と、通称される。くず謙を主宰神として、丘の御霊の命を愛とのに祀る。主宰神は一に、今年の種名もしくはその一族の神であるとも、あるいは医薬神である、大名討ちの命や少なびこなの命とも言われるが、定かでない。もっとも、当地一帯には、縄文時代に遡る。 遺跡等もあり早くから開けた地であったとみられる。ことから、古くから当治を、両苦心として崇められたものと考えられる。愛殿は、後世伊藤氏によって勘定されたもので、同志の過疎である、工藤助隆が、稲荷神を信仰していたために、当神社へ合祀した、ものと思われる。ちなみに、伊藤氏は、過疎助隆に習って代々、稲荷神を信仰したといい。 各地へ分散した一族の中には一に稲荷神を勘定する例が多かったという。王子より一体の守護神としてうつつも境内に反もする樹林を、神霊の宿る森として祭祀が行われていたものと考えられ、縁儀式神明朝の久島目渡る神社が当神社であると見られているが、国内神明朝の伊豆国神会長にはその名を見ない。 中世になると当地を拠点とする伊藤氏の尊敬と保護を受け、伊藤助隆は当神社を修造するとともに、近くに当林寺を創建して、別当寺として当神社を管理させた。当地における伊藤氏の勢力は、助隆の孫である助隆の死後に衰えたが、その後も、付近所所に残留する子孫が当神社を信仰した、ようで神社所蔵の胸札によると、慶長15年には、 伊藤正世が消失後の造営を行っておりの石祠らのことであるとされる明治までは時々の領主により人工米が寄進されていた明治6年4月に豪舎に列した直東神社は近在の住民からも制止されかつては社前の道を早々の列が通ることが固く禁じられその道が東林寺へ通う本堂とされたにもかかわらず 同時へ葬る際には迂回路を取ったと伝える。近世までは9月19日が祭日で、改歴後に10月19日に改め、現在の霊祭日は10月15日。霊祭には、境内、長屋において、丘の神楽や三番層、鳥刺し踊りが奉納される。丘の神楽は2月初馬日に演じられていた、獅子舞で、これは、稲荷神に関わる祭礼であったと思われるが、しばらく忠実の後、 昭和59年に復興され、霊祭に奉納されるようになった。鳥刺し踊りは、市内の他の神社でも奉納され、いずれも、蘇我物語に財を取り、鳥刺しに身をやつした、蘇我兄弟が、親の仇を打つ内容となっている。また、三番僧は、神事芸能として、伊豆半島一帯に広く分布する。近世には、東林寺が別当として管理していたが、 明治初年の神仏分離により、同時の重装が原則して、朝日市を名乗り、以来、朝日家が襲っている。放送紙と、大楠の基本殿は上屋によって保護される二軒四方の、神明作りで、元六十年の造体にかかり、欄間には狐等の彫刻が施されている。上屋は、天保年間の建物。拝殿は、桁雪三軒両行二軒の、 鉄筋コンクリート製切り妻作り瓦原きで昭和40年の建築。熊野神社、白山神社、三島神社、八幡神社、房総神の御社。房総神は天然記念物のオクスの木の樹下に石祠らで祀られるが、稲荷と知るす知識もあるため、稲荷神を房総神として祀ったものと思われる。ありがとうございます。